中華民国文化部国立台湾博物館。国立台湾博物館は日本統治時代の1908年に設置された台湾で最も歴史のある博物館である。明治41年、第四代台湾総督、小玉玄太郎と民政長官、後藤新平を記念するため、小玉総督、後藤民政長官記念館として現在地に建築された。明治42年に、 台湾総督府博物館に改称。野村一郎設計による、現在の建物が大正4年に完成し、川上滝いよいよが初代館長に就任した。列中とドームを持つギリシャ風の建物内部には、イタリア産の大遺跡がふんだんに使われ、天井のステンドグラスには、小玉家の家紋である、軍配いうちとご当家の家紋である藤を組み合わせた図案が使われていた。 中華民国による台湾接種後の1949年に台湾省立博物館と改称し、二度の改修を経た、後、さらに1999年に現在の名称となった。1998年、新古典主義建築の本館が台湾の国定史跡に指定された。2010年、別館として付近の佐田古跡で、 前台湾土地銀行級創業ビルを修復、展示施設にリニューアルさせた土銀展示館を開館。常設展示は台湾の歴史と自然を主題とし、歴史と諸民族、地質史と鉱物、生物の多様性、台湾の生物、台湾の先住民に分けられている。この他に毛長ンモス標本がある。台北の歴史を歩く旧。 台北228和平記念公園周辺、片倉義文、台湾情報誌、交流9月号、2011年9月。ありがとうございます。